大家好，我叫倔强鲁米兹，我是华中老师，健康谢谢。はい、皆様こんにちは。神戸メイクアップマイスター結城ルミ子です。今日もよろしくお願いいたします。中国語で冒頭ちょっと挨拶しましたけれども、大体今の日本語を言って、今の日本語の感じで言っていますね。私はルキルミコです。化粧の先生をしております。今日も見ていただきてありがとうございます。はい、久しぶりの投稿とまたなっておりますけれども、遊びに来ていただいてますでしょうか。今日はお天気でしたら外でね、動画を撮ろうと思ったんですけれども、あいにくの雨となりました。すごい芝生の綺麗なね、今紅葉の綺麗な場所があるんですよ。また次回ね、お伝えできたらなと、そこでね、お伝えできたらなと思います。もうすぐ寒くなるのでね、この秋の間になんとか外で一度撮りたい。はい、さあ、コメント返しの返答ができないので、また動画で返答していきたいと思うんですけれども、シャワーですすいでいいですか。ダメです。シャワーを顔に直接当てないでください。刺激は良くないんですよね。きちんと手ですくってパシャパシャとすすいであげてください。色のねこともね、お話したいなと思って、次回はそちらの方やっていきたいと思うんですけれども、また私がね、ちょっと私の足はねめちゃくちゃ長いとかってね言っちゃったもんだから、全身見たいっていうねコメントもあったんですけれども、一人で撮ってるのでね、どうやって全身撮ろうかなと思ったり、ブログとか見てもらったら、全身写ってるのがたまにあるかな。うん、で服もね、そんな高いの着てないです。ユニクロと、まあ、ワールドのアンタイトルとか、リフレクトとか、あとオモアドの23区とか組曲とか、まあ、そういう系好きかな。そっち系、うん、オモアドワールド系、うん、きちっとしたのは大体ほぼそこのメーカーで買ってることが多いです。またそういったね、服の組み合わせもね、お話できたらなと思います。やはり中高年になると、やはり安物ばかり身につけてしまうとね、やはり貧相に見えたりするので、うまくいいものも取り入れつつ、うまくプチプラ、しまむらであったりとか、ユニクロを上手に使うアイテムね、バッグとか、うん、小物ですね、小物で演出するっていうことをやると上品に見えるかと思います。まあ、こういったね、演出のやり方はもう私ほぼ独学なんですけれども、得意かもしれない。またそういったお話もできたらなと思います。さあ、今日は最近買ったメイク用品の紹介をしていきたいなと思います。まず自分、やはりね、使ってるとメイク用品がなくなるの早いですよね。で、なくなってきたのが化粧下地がなくなってきたので、さあどれにしようかなと思ってアウトレット行った時に、シューエムラのこちらを見つけたので、こちらを購入してみました。これはちょっとイエローっぽい感じ、やはり赤みがある人向けですね。イエローで、ちょっとね、パールが入ってるの、ゴールドのパールド、これが意外とほんと臭みを飛ばしてくれて、中高年向きにいいんじゃないかなっていうので購入しました。パールがちょっとラメが入ってて、ギラギラしないのと思ったんですけど、全くしないです。今もつけてるけどね、してないけど、もくすみも飛ばしてくれる。1つ目、上村のメイクアップベースを買ってみました。そして次なくなってきたのが、こちらのマックのライトフル、このパウダータイプね、携帯用、これほんと良かった、人気ですね、これね。ただちょっと大きくって、持ち運ぶにはちょっと大きい、しかももうね、このパカパカね外れてきてんでね、私も二度買いしない人だけど、二度買いするぐらい
気に入ってたけども、まあ、これを機会にちょっと別なのをしようかなと思って今回はこちらの、商品を買ってみました。これはね、あのタイムセレクトって言って平尾プラモ皮膚科さんと共同企画で、またこういうシールにみんな弱くないですかね。コスメ祝2冠達成第1位はめっちゃいいんやっていうね、もうこういうシールにちょっとね惹かれて買ってみました。あのコンパクトでもあるし、ほんとすごくね、あのいい感じだと思います。でまた安心ミネラルなんですね。ミネラルパウダーで美容液成分である、美肌エッセンスであるね、リンゴ果実であったりビタミン C であったりとか、あとコラーゲン、ヒアルロン酸、もうなんかもう美味しいものがたくさん入ってるっていうね、あのこういったパウダー購入しました。ライトオークル1800円。この安いってね侮れない、もうほんとすごく優秀だと思いますよ。さあ最後3つ目いきたいと思います。これねほんと待ってたって、こういうの出たんって思いましたね。この1本で2つ美味しい、おいしいどこどり。あのペンシルってね、こういう筆タイプってなんかもうアイペンシル持って、アイペンシル持ってアイライナー持ってでなんかアイブロウも持ってって、なんかもうやたらペンシルが増えがちなんですけれども、これはアイライナーとこの目の際に今もちょっとつけてるけど、レフガン効果でちょっとくすみ飛ばしてくれる、ちょっとねあの美容液成分も入ってるパウダーをちょんちょんとねスポンジタイプでのせるタイプが一体化したの。ちょうどねブラウンのアイライナーがなくなったので探してたらこれがありましたね。この K パレットさんはすごくいろんな商品を合体させるのが得意なのかなってキャンペーンもやってて、だいたい2000円以内に抑える商品をよく出してます。これも1800円で2度おいしいっていうパターンで、もう一つ気に入ったのがピンクブラウン、ピンクベージュなのよね、この色味が。まあ3色ぐらいやったかな、ベージュとホワイトっていう感じで、でも大人はねピンク使いをしたらいいと思います。えピンクっていうふうに思われるかもしれませんけれども、失敗はない。ピンクベージュすごくあの優しい目元になりますよ。ピンクベージュなかなかブラウンだけじゃなくって、まあ、ピンクベージュすることにもっと柔らかさが出るかな、入れた時に。はっきりしたい時は漆黒の黒をがっつりガッとアイライナーに入れるは入れるんですけれども、やはりどうしても私の場合急進顔っていうのはパーツが中に寄ってる人っていうのはちょっときつめに見られがちなのですね。ですのでちょっとやっぱりブラウン系を多めに取り入れるようにしています。それにね特化したのがちょっとこれいいなと思って気に入って買ってます。これまたね肌をきれいに見せてくれます。目元って大人女子はくすんでくるので、この色を使うことによってくすみも目元のくすみも飛ばしてくれますよね。えやはり白い部分がね濁ってきたりとか、やはりこうまぶたが下がってくるので黒目の面積がねだんだん狭まってきてるっていうお悩みないですか。やはり目元ね明るくしていくに、これを1本ちょっと入れるだけでも全然違ってくるので、がっつりガーッとねオーバーに入れる必要はないので、ちょっとのせるだけでも演出してあげると目元が変わってくるかと思いますけれども、肌をきれいに見せる美容液シャドウ&アイライナー K パレットエッセンスインシャドウライナー04ピンクブラウンヌードピンクでした。さあメイク商品ってもうたくさんたくさん今世の中に出ていますよね。どこで購入しますか？ドラッグさんでも気軽にね購入できるぐらい、ドラッグさんも種類増えてますよね。たくさんのメーカーを入れておられます。ただ少し気になるのが、あまり多すぎてどれを買っていいのかわからないっていうねお悩みが大変よくお聞きします。でドラッグさんの
まあ、店員さんはほぼわからないです、化粧品に関しては。まあ常時おられるのは金坊さんとか資生堂さんとかのメーカーから派遣された方は、やはりその商品に対してはすごくよく、お勉強されているので、まあ、商品を売らなくちゃいけないのでね、そちらの方を売りに説明されるんですけれども、なかなかドラッグで自分に合うものを見つけるのは難しいかと思います。で、私もねこの商品を買うのにいろいろなこう違う感じのお店を回ったんですね。東急ハンズも行ってみました。東急ハンズの美容コーナーもうほんとすっごくたくさんあってワクワクするぐらいありますね。ただここにも専門の人はいないんですよね。もうわからない大人中高年は本当にどれを買っていいか本当わからないと思います。で3番目に行ったのが駅中でよくあります化粧品に特化した、コスメストア、カラーフィールドっていうね、私すごく好きな、お店屋さんなんですけれども、カラーフィールドの店員さんは本当よく自分で試してますので本当よく知っています。そしてその商品に自分が試した様子をコメントとして貼ってます。コピーをたくさん貼ってます。すごくそれも参考になると思います。私が今回カラーフィールドさんはサンナサほど広くはないんですけれども、ずっと一個一個試してる時にやはり上手に近寄ってきていろんなことをお話ししてくださいますし説明してくれます。リンメルの口紅がちょっと気になってたので、リンメルのマット感であったりツヤ感であったりとか人気商品であったりとかそういうこともかなり詳しく教えてくれてましたね。まあ彼女のしたらね、ロレアルの口紅をすごくやたらね抑えてましたけれども、まあ私も以前ロレアルのねオレンジ買ったことあるので、まあ、自分的にはあんまりね好きじゃないので結局買ってはいないんですけれども、まあそういったねコスメ専門店の店員さんはよく自分で試してその感じた感想を書いてるので分かりやすいですし、とてもいろんな商品を知り尽くしていますので、そういったところで購入するのも一つの、手かと思います。さあこんな感じで今日は、メイク商品についてお話ししてきました。高ければいいっていうわけではありません。お値段安くてもメイドインジャパンはかなり優秀なものがたくさんあります。安心で安全なミネラル商品もたくさん今出ておりますので、自分でまず試すということが本当に大事になってきますので、皆さんぜひ時間があったらいろんな商品を見て考えて、そして自分でチャレンジしてみてください。さあ今日もこんな感じで動画撮ってみました。また次回お会いできましたらぜひまた遊びに来てください。ありがとうございました。シェシェイ。